皆さんこんにちは、シューポンキノコです。新シーズンが始まって、ヒカキンさんとのコラボイベントが開催中です。予告されていた通りの豪華なイベントに、かなり楽しんでいます。新スキンも豪華です。僕は、やっぱりこれがいい。ソファーはヒカキンさんの部屋のやつで、トイレットペーパーはトイレに積んでたやつ。ここでうんちくん狙いで100連したのですが、結論から言うと残念な結果でしたので、3倍速。気を取り直して、青玉ガチャ。出ました、大仏。こちらはやっとスキンチェンジ解放です。長かった。それでは試合を、やっていきましょう。今シーズンのイベントは、ヒカキンモアイで青逃げが20回があったので、試合中はたくさんのヒカキンモアイに、出会います。これがなかなかすごい光景です。そしてイベント中はマップ内に特別な宝箱が出現。限定スキンの獲得チャンスです。かわいい。始まりました。期間限定マップです。いろいろ探索してみましょう。ここはお風呂場のようです。ヒカキンさんの家をイメージしたマップのようですが、すごく広いです。一体何 LDK なんだ?このマップは宝箱部屋があって、宝箱が8個配置されています。後で行ってみたいと思います。廊下には絵が飾ってありますね。マルオ&モフコのスキンの人もたくさん見かけます。積み重なっているところがとても可愛い。こちらは何回かに1回変化する特別宝箱を、50回獲得すればキラキラ変化します。僕はあと少しかな?こっちは宝箱が2つだけの、部屋だね。ここを左に行けば宝箱部屋です。行ってみましょう。この部屋って周りがトイレットペーパーだらけです。いくらなんでも多すぎじゃないか。真ん中に便器があるから、ここってトイレなのか。反対側に行ってみましょう。おなじみのカラフルソファーですね。すごい再現力だな。寝転がってみたい。そして後ろには丸尾くんともふこちゃんの銅像が、すごすぎる。青霧が回ってきましたね。上の方へ行ってみましょう。どんだけ広いんだろう。パソコンが置いてあるから、編集部屋かな。まだ隣がありますね。世界テーブルです。いきなりスクワットを見てた。こっちのテーブルもでかい。この辺が最終地点かな。見えなかったけど、特別宝箱になってたようです。開ければレアスキン獲得です。みんなでテーブルの周りを回ってる。なんかすごいな。青みさんといといとまるん。どうかな?ラストに宝箱開けたいけど、こっちに来る?終わりました。次の試合に行きたいと思います。始まりました。僕は今日はずっと火の玉スキンです。ずっと使っていなかったスキンですが、初めて使ってみました。結果なかなか良い。
こちらは通常マップですが、ところどころ装飾が可愛いですね。この丸尾くんとモフコちゃんの、銅像も、スキンにしてくれたらよかったのに。最終はこの階じゃないですね。移動しましょう。最終はここかな？ヒカキンコラボイベントで、青鬼観戦はヒカキン鬼になれるようです。ちょっと嬉しいですね。そして30人倒すと、ロゴ T シャツ1鬼スキンをゲットできます。イベント期間中は、ゲットした後も観戦鬼で30人倒せば、ランダムでレアスキン獲得できるので、いつもの80人よりはレアスキンが狙えますね。なので僕はいつもより青鬼ウイルスを狙ったりしています。それにしてもヒカキンも愛は目立ちますね。自分も使っていた時にたくさんいた時は怖かったです。最終的にスキンチェンジで金色になりました。ちょっと怖いです。いえ、すみません。今日の撮影はヒカキンも愛で行くか迷ったのですが、結局すみません。今回追加されたシーズンスキンもカラーチェンジがあるようですね。もうマッチングしたりしましたが、早い。僕はまだ一体も取れてないな。青で2580枚で10連も引けないじゃん。週末は動画視聴しててってと青銭を貯めようと思います。そして特にうんちくん出てちょうだい。あと僕は今シーズンはマスターランクを狙っています。年末に初めてブルーオーラを取った以来ですが、現在350位あたりを行ったり来たりしてます。ほんの数時間経つだけで数百位は軽く下がります。すでにしんどい。レインボーオーラの人は本当にすごいな。僕の目標はブルーオーラですが、できるだけ頑張りたいと思います。やばい、最終違うねー。ガスマスク使っちゃったよー。いや、まだ間に合う。まだ開いてないじゃん。落ち着こう。待ちが長いな。こっちもじゃん。あーどうしよう、戻るか。でも向こうも開けられてるかもな。ここで待とう。あー早くー。欲しいのは青手に出ない。よし、あっちだ。2つあればどっちか出ないか。よし行け。もう銭はいい。もう一つはやめよう。今度は向こうのだ。頼む、ここでガスマスク出てくれー。みんなガスマスク持ってるな。いや、ローラースケートなら下に取りに行ける。だからこれじゃないー。こんなに必死になってるの僕だけ？このままじゃ負けるー。最後ここが一回開けられる。ガスマスクきっと出るはず。そして逆転だー。いや、まだいける。最終組んでからが本当の勝負だー。一番近い位置を取って。スタート。ここでガスマスク取ればワンチャンある。あー、なぜ？終わったー。無念だ。気を取り直して、週末は青鍵祭りを楽しみたいと思います。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。